1号艇佐藤翼選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。改めて今シリーズの船足いかがですか？やっぱりいい人には弱いんじゃないかなと思ってやるんですけど、まあ、なんとかしのいでる感じですね。その弱いなという部分はどこですか？やっぱ直線系ですね。そこをもうちょっと求めたいなと思います、やっぱり。はい、逆にターン周りあたりはもう満足している、はい、ですね、はい、あと行き足も今日調整してある程度来たので、あとはそこから先もちょっと求めないとなと思います。はい、この調整はどこでやっていきましょう？プラスね、もうやることは1号艇です。逃げれればもう一番です。準優勝戦はコンマ05のスタートいきました。監督比べてはどうですか？もうそれぐらいと思いました。宇佐美さんは前にいてちょっと放ってほしいなと思いながらでも、まあ、入ってる感じだったのでそのまま自分は行きました。では最後にファンの皆様に意気込みお願いします。はい、優勝できるように明日精一杯、調整して走りますのでご支援お願いします。このシリーズ船足ですが仕上がりいかがですか？そうですね、全部がいいです。もう序盤中盤ぐらいからもういい仕上がりになって。そうですね、はい。具体的にはどのような特徴がありますか？伸びが良くて出足が良くて乗りやすいです。気になるところはもうないですか？そうですね、はい。ちょっと明日は気温が上がりそうなんですけれども、そうですね、調整としてはちょっと乗ってから考えようと思います。優勝戦は2号艇です。はい、レースのイメージいかがですか？ちょっと想像がつかないのでピットアウトしてから考えようと思います。まあ、枠近辺ということで。そうですね、はい。スタートですがいかがですか？もう大体見えてると思います。はい、準優も早いの行きました。全速で行けましたか？はい、いや放りました。はい、そこから握った時の船足というのは、うわ、そこからでも伸びていくんでやっぱり足はいいんだと思います。はい、では最後にファンの皆様に一言お願いします。面白くてワクワクするようなレースをしたいと思います。頑張ります。優勝戦3号艇佐々木康之選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ここまでの船足どのように感じてますか？まずまずは言ってると思うんですけど、準優は良くなりましたね。はい、具体的にどのような船足ですか？まあ、ちょっと離れ意識してたんで、予選道中はちょっと道中走っててもちょっと競り合いに弱いというかね、そういう感じあったんですけれどもね、離れはまあ普通にはなりましたが、実戦足とかありそうな準優の形でいこうかなと思ってますけども、はい、じゃあもう乗りやすさなんかも、そっちの方がいいですね、体感的に。はい、ワクワ3号艇です。まあそこら辺でしょうね。はい、はい、スタートですがいかがですか？久しぶりなんでね、よく分かってないです。まあみんな分かってないと思いますんで、はい、まあ明日使います。はい、では最後に優勝戦に向けて意気込みお願いします。はい、精一杯走りたいと思います。よろしくお願いします。4号艇中島健一郎選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ここまでの船足ですが、はい、いかがですか？悪くないと思います。具体的にはどのような仕上がりでしょう？まあ、全体的に、はい、中堅上位ぐらいはあると思います。優勝戦に向けては何か考えるところありますか？レース終わってからプロペラ叩いたので、また明日それで乗ってって感じですね。はい、それはどこか気になってというところですか？もうちょっと全体的に良くなるんじゃないかなと思って、はい。優勝戦は4号艇です。はい、レースのイメージいかがですか？はい、イン以外から行きたいと思います。今シリーズ外からも素晴らしいレース見せてくれていますが、はい、船足的にも、はい、外からでも十分と、はい、と思います。スタートですがここまでいかがですか？全然分かってないです。では最後にファンの皆様にメッセージお願いします。はい、明日も一生懸命頑張ります。お願いします。5号艇松下和也選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、船足の仕上がりですがいかがですか？もう本当中堅上位です。はい、上位の人にはちょっと分が悪いかなって感じです。どこか特徴はありそうですか？まあ、バランス取れてますね。はい、優勝戦に向けてなんですが何か作業は考えてますか？もう気温とかに合わせて微調整だけです。
優勝戦5号艇です。コース取りレースのイメージはいかがでしょう。まあピットで一緒だったら枠は主張します。はい、スタートですが改めて見え方どうですか。わかりません。そこが課題になりそうですか。地元戦です。ファンの皆様にメッセージお願いします。はい、明日は、まあ、スタートを集中していきます。応援よろしくお願いします。6号艇北川淳二選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ここまでの船足ですがいかがですか。プロペラと、まあ、本体もすべてやって、まあ、初日から足自体は良かったと思います。はい、一番気に入っている足はどこですか。まあ、どこがいいとかいうわけではないんですけど、まあ、全体的にいいと思います。はい、4日目はセルレースもありました、はい、レース足という部分でもいいと思います。はい、優勝戦に向けてはもう作業は、まあ、多分何もやらないですね。はい、はい、6号艇です、はい、レースのイメージいかがでしょう。まあ、ちょっとコース取り含めてまだイメージしてないんですけど、はい、ここまでスタートですが勘と比べていかがですか。なんとなくはいけてると思います。はい、では最後になりますがファンの皆様にメッセージお願いします。はい、精一杯やります。応援してください。